それでは7月18日ライズワールドシリーズ大阪大会に出場します京谷祐希選手の公開練習を行いたいと思います。まずはじめにシャドウから行っていきます。それではお願いします。お願いします。真剣にしてほしいので何でもらっていい残り30秒です。残り10秒です。ミッドに移りたいと思います。少々お待ちください。はい、ミッド打ちお願いします。ワンツに移りたいと思います。少々お待ちください。はい、すいません、お待たせしました。それでは質疑応答に移りたいと思います。ご質問のある方質問お願いします。いや、よろしくお願いします。お願いします。はい、今回、はい、もう自分の試合だけじゃなくて同門の正彦選手とか山口選手の試合もあって、おまけにアンバサダーの仕事もあるから大変なんじゃないですか。そうですね、やっぱり
最近アンバサダーとしての中心の仕事が増えてきましたんで、やっぱり自分の試合も集中したいんですけど、やっぱりオープンフィンガーアンバサダーとしてやっぱりそっちもおろそかにはできないんで難しいところですね。アンバサダーとしてのオファーは結構増えてますか？いや全くないですよ。全くないです。全くないです。もうちょっとね、ライズさんもアンバサダーをもうちょっと押してくれたらいいんですけど、そこは全然やってくれないんで。でもアンバサダーとして耳に入ってくるこのオープンフィンガーのこの評判とかってのはどうですか？いや結構いろんな SNS とか見てたら、みんなオープンフィンガーマッチやりたいって言ってはるんで、やっぱりそこはアンバサダーとしてライズさんと相談して次誰の試合を組んでいこうかなっていうね、そういう段取りに入ってますけど。ちなみに今回同門の山口選手の2回目のオープンフィンガーグローブマッチはどういうふうに見ますか？いやね、どうしてももう一回やらせてくれって僕の方に頼みに来たんで、やっぱり僕からね、アンバサダーとしてできるんかと、やりますと言うんで、しっかりとやってもらいます。京谷選手自身は相変わらずオープンフィンガーには興味ないって感じですか？そうですね、全くやりたくないですね。自分は絶対全然やりたくないです。あくまでも見る方に見てその競技をね、やっぱりみんなに知ってもらうために僕というアンバサダーがいてるんで、僕がやっぱりそこに出ちゃうとやっぱり違うかなと思ってるんで。わかりました。で、まあ、今回ね、最後の最後に京谷選手の試合が発表されましたけども、対戦相手の川上選手というのはいかがですか？上手なチャンピオン、シュートボクシングの上手なチャンピオンやなっていう印象で、またサウスポーっていうことぐらいですかね。それの他はあんまり。そうですね、まあ、僕デビュー戦シュートボクシングなんですよ。で、知りませんでした。それはそうなんですよ。デビュー戦シュートボクシングでずっとね、デビュー戦で僕チョークスリーパーで負けてて、それちょっと根に持ってるんで、やっと返せる時来たなと思ってます。チョークスリーパーでタップしたんですか？いや、止められました。あ、止められたんですよ。じゃあその負け方からして、やっぱりシュートボクシングにやっぱり恨みがあるっていう感じなんですか？そうですね、恨みっていうか、やっぱりまあまあまあ、そのどうしてもね、シュートボクサーとはなんか、なんていうんですかね、僕のデビュー戦の無敗の伝説をね、デビュー戦でも潰してくれたんで、やっぱりそこは根に持ってます僕は。川上選手、現役のバンタム級チャンピオンですけど、この辺は意識しますか？あ、そうなんです。あ、いや、チャンピオンっていうのは知ってるんですけど、そうですね、あんまり、まあ、もうライズに出てくる選手ってみんな強いんで、あんまりもうチャンピオンとか気にしてないですね。川上選手の試合ぶりを見たらどうですか？最近の大崎選手との試合とか見させてもらったんですけど、やっぱり上手いです。うまい、僕とまた別のタイプのサウスポーっていう感じで、その辺はしっかりと。サウスポー対サウスポーでどんな感じになりそうですか？どうですかね、前回もサウスポーやったんで、僕あんまり苦手っていうかね、そのタイプにもよるんですけど、来てくれるっていうか、僕もやっぱり久しぶりのサウスポーで難しかったですね。いや、オーソドックスばっかりとやってたんで、難しいです、やっぱりサウスポー同士は。まあ、けど今回は前よりはいけると思います。じゃあもう前回の、まあ、悪夢じゃないですけど、寺山戦のあれを払拭して、今回はサウスポーの苦手意識をこうなくすって感じになりますかね？いや、苦手じゃないですよ、苦手じゃないですけど、そうですね、やっぱり距離が難しいですよね。まあ、それをしっかりと今調整してだいぶ合ってきてるんで、今回ちょっと自分でも楽しみです。今回ね、53のトーナメントがあったり、大きな試合たくさんありますけども、その中で自分のどんな色を出したいと思いますか？いや、やっぱり地元の大阪なんで、見に来てくれてる方とか、普段後楽園まで足運べない方とかも来てくれるんで、そこはやっぱりこういう団体、いい
ライズさんっていう団体で僕は戦ってるんやぞっていうのをアピールしたいですよね、来てくれてる人に。わかりました、ありがとうございます。すいません、一ついいですか、僕から。はい。なんか僕の公開練習見て気づかなかったですか。気づきましたよ、靴履いてました。靴履いてた、それだけですか。はい、すいません、靴ばっかり目がいって、はい、それ以上の、はい、あれにはちょっとまだ気づきました。アホですか。まあ、まだまだですね、まだまだです、はい、実は、実はこの僕、肉体改造もしまして、シックスパッドつけてます。めちゃめちゃ今、プルプルしてるんですよ。それでさっきなんか、お腹の部分をちょっと気にしてた。そうなんです、そうなんです、そうなんです。この夏の試合っていうことで、かっこいい体でやっぱり挑みたいんで、肉体改造してまして、どうでしょう。めちゃめちゃプルプルしてます。もうずっとインタビュー中もプルプルしててめちゃめちゃもうやばいです。すいません、それだけなんですけど。すいません、ランニングに隠れて見えません。あ、そうそう、すいません、隠してました。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。他ご質問のある方。あ、どうぞ。はい、結婚国会まともです。あ、僕は気づいてました。あ、気づいてました、ありがとうございます。さすがです。ちなみに、はい、じゃあすいません、ちょっと止めさせてもらっていいですか。もうずっと我慢してたんですよ。ちょっと止めさせてもらいますね。どうぞ。 OK、 すいません、これでやっとインタビューに集中できます。すいません。ちなみにこういつから愛用されてるんですか。いや、この試合決まる前からちょっと借りてまして、かっこいい体になろうと思いまして、もう海の季節になるんでしっかりと愛用させていただいてます。1日何時間ぐらいつけてるんですか。いや、1日30分ぐらいでもいい感じになるんで、あんまりやりすぎるとダメみたいですね。京谷選手、はい、ベテランの部類に入ってきて、はい、ですけど、そのなんかこうさらにこう強くなるため、はい、そのさらにこう伸びしろを作るために例えばどんなことをされてますか。若い時は疲れとか関係なく動いたりはしてたんですけど、今はもう何て言うんですか、頭を使ってどんだけ効率よく練習できるか、どんだけ効率よく練習してその中で短時間で集中できるかっていうのを考えてやってますね。例えばこのシックスパッドみたいに常に空いてる時間でもできるように考えてます。なんですかね、こうある程度やっぱりその技術とかも、つけてるみたいなと思うんですけども、はい、こう何がこう自分の中でこう伸びているっていうのはありますか。もしくはこう何を伸ばそうとしてるんですか。いや、ね、やっぱり周りがみんな強いんで、そこに負けないで上位先生に食い込んでいこうと思ってるんで、まあ、パワーもそうですし、まあ、年取ってきてスピードとスタミナはやっぱり昔よりは絶対落ちてきてるんで、そこを維持してパワーを上げて、でさらにテクニックでカバーできるようには考えてるんですけど、まあ、なかなかうまいこといかないですよね。やっぱ自分のテクニックまだ不満ですか。いや、もう僕はもう一発も打たれずに毎試合を終わりたいんで、ノーダメージで終わりたいんで、やっぱり。前回ドローだった徳川亮賀選手が、はい、先日トーナメントで優勝しましたけど、これ再戦だったら美味しいなと思うので。いや、ね、100万円かけてほしいですね。優勝賞金の100万かけて再戦したいです、もちろん。まあ、けどね、そこであそこで負けてるようじゃダメですよね。勝っていただいてよかったです。それは素直におめでとうって思ってます。小谷選手といえばですね、はい、まあ、ハードパンチャーとかですね、はい、KO が売りなんですけども、はい、だいぶKO 勝ちから遠ざかってる感じ。わあ、わあ、言いますね、言いますね。それをちょっと僕も悩んでまして、もうここ最近2年ぐらい KO ないんですけど、
ちょっともう今回もしまた中途半端なしょうもない試合をしたらちょっとニックネーム募集しようと思ってます。だからあの概要欄のところにニックネーム募集って書いておいてください。またあ、伝説の壊し屋は返上する。伝説の壊し屋返上して新しいニックネームを募集しようかなと。全国からありました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。他ご質問のある方。大丈夫ですかね。はい、それでは最後、ライズファンに、メッセージを一言お願いします。こっちです、7月18日、大阪ライズ大会しっかり盛り上げますんで皆さん、手洗いうがいしてしっかりと予防しながら会場に足運んでください。カミングスーン。それでは、質疑応答終了し、京谷選手の公開練習を終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。それチャンピオンベルト側にこれですね、ちょっと会見の時これ持っていきましょうかね。怒られないですか、これ会見の時持